大変遅れませながら、はい、お帰りなさいませ。ありがとうございます。ただいま戻りました。お友達として最初こうしかもネット上で、ネット上、そう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 、オタクとしての関係値しかないから。そうなんですよ。不思議なね、まあ、だから今日はね、あ、サリ君ってなんか今までお友達やってたけどなんかあ、そういう側面もとかね、そういうこうヒストリーだったり、あとはこれからがあるんですねっていうのもね、僕は読んでくださってる皆さんにもなんだけど、永井先生にもね率直に今の気持ちをちょっとまずは聞きたいと思いますが、順調なんか親戚の集まり、これ音楽やってんでしょかつて思えば、うん、今の活動っていうのはだいぶ精力的にできてはいる。そうですね、ありがたいことに、うん、まあ、なんか誤解を恐れずに言うなら、病気になって闘病リハビリしていったこの期間が今の僕を作ってる、うん、リハビリ期間がなかったら今の僕はなかったなという、率直な嬉しい意見として、ナイトブルーは聞けないですっていう、聞く側からしてもそう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 、しんどいですっていう、感想をね、いただいてて、今この2024年から2026年にしたかったことは、2021年に出したカーテンコールというフルアルバムのジャケットの中に伏線が入ってます。ちなみにそのカーテンコールに貼ってた伏線っていうのは今聞けるもの？あ、はい、カーテンコールっていうコンセプトとしては、一つの劇が終幕して、その終幕後のエピローグのその後みたいな意味がある、うん、意味合いがあるんですね。だから僕の第一章、これまでのお去りかずきはここまで、うん、っていう意味も込めて、これからカーテンコールで何が起こるのかっていう期待を込めて、僕はこのタイトルにさせていただいていて、ジャケットを見てほしいです。ナイトブルーの歌詞にも入ってるんですけど、もともとそんなに体が強い方ではなくて、でどうしてもその自分の部屋から外を眺めるっていう体験が多かったんですね。だから僕の中でのこれまでの音楽って、この部屋の中から何かこう羨ましかったりとか悲しかったりとか、こういろんな感情をで外を眺めているっていう風景が一個僕の中であって、だからこそこのカーテンコールの表紙は部屋の中から外を見ている風景なんですね。本来ジャケットってこういう風に入っていると思うんですけど、でこう開けた時にこう今までのクレジットですね、参加していただいた方やエンジニアさん、スペシャルサンクスだっていうのっていう中で、これは逆に外から見た中の景色、ああ、うんうんうん、だから表側のジャケットと対になってるんですよ。なるほど。一文だけ横で書かれている中で、縦にこう一文入っているのがこう目立つと思うんですが、皆さんCD を、永井先生もそうですけど、はい、CD を購入した時って帯ってどうしますか？帯は、ま、こうやって一緒に、そうですよね、帯ってこう大体ここにこのジャケットに入ってる裏側にこうやって重ねて入れるものだと思うんですよ、うん、特に取っておく方は、うん、じゃあ永井先生、これをそのまま裏返して入れてください。あ、ちょっと待って、嫌な予感がする。あ、つながった。はい、縦にすると文字がつながって英文が2文書いてあるんです、はい、From curtain call of side before Open the door to next color side after Curtain call からこれは side before 今までの僕からドアを開けて次のこれからの僕へ。なのでこの帯のここですね、アーティスト文章はファーストフルアルバムサイド B って書いてるんですよ。ああ、本当だ。サイド A 出してないのになんで B なのっていうのは Before の B だからっていう、うん、じゃあ A は Afterman っていうのが
に書かれていて、じゃあドアを開けて次の色はサイドアフターで。なのでここでもう発表しちゃうんですけど、はい、僕が次にサイド A として出したいフルアルバムのタイトルはカラーです。わあ、参りました。もうっていうのを実は入れていて、なので今僕はフルアルバムサイド A、カラーの制作と発表に向けて実は少しずつ動いています。わあ、それは発表していいんですか？はい。うわあ初めて言いました。やったー、うん、嬉しい。これでもカラーのハードル相当上がる。あ、上がりますねそうかも、そうなっちゃったかもね、なんか必然的に。まあ、迷うことなくこれからのおさりかずきを表したアルバムになる予定です。うんうんうん、まさに今その第2章に今向かってる道すがらだと思うんですけど、はい、減量の方はどう？うわぁYouTube 見たらなんか数字増えてた。あ、いただいよく見ていらっしゃる。まあもう自分で言い出したこと。いや、そうですよ、誰にも強制されてないね、これありがたいことにですよ、うん、エンターテイナーの道で YouTube で、まあ、動画の最後に必ず体重を乗せてるんですけど、活動復帰して、いろんなライブだったりとかイベントにお呼ばれするようになってですね、このチャレンジを見てみんな応援してくださってるんですよ、ありがたいことに。そしてじゃあまあ今日くらいはいいよね、打ち上げでもうたくさん食べないよ、今日はチートデーだよって、出たチートデー、ね、食べ物だったり飲み物をいただく機会が増えました逆にね逆にそう、ね、なんだったら太ったよね甘やかしちゃダメです。あ、まずい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 、よかったです、話聞けて。いや、楽しかった僕でもおたともと話に来ただけだったんだけどちょっと思い出話して、なんでリラックスしてお話しさせていただきました。ああ、よかった、うん、ダイエットなあ、また逃げらんなくなるね僕は今日現地を取りに来たんだよそう、なんか撮影番号に来た。No music, no life. これがないとやってらんないぜ。理屈っぽいだけのただの人になっちまうぜ。